月夜の小春ということで、今回ご紹介させていただくのは、FC 東京月夜応援キャンペーン。月夜東京、月夜東京。月夜といえば、FC 東京の公式オフィシャルスポンサーです。公式とオフィシャルかぶってます。こちらの内容がですね、対象店舗、調布市とか府中市とか、FC 東京のこうホームタウンを中心ですね、コハロンが生息すると言われている渋谷区は入っていないですが、こちらの対象店舗の月夜で、税込み500円お買い上げごとに、FC 東京オリジナルカードをプレゼント。素晴らしい。もらえる選手ですね、森毛、丸山、翔也、直、前田良一、そして室谷、この6名の選手のカードがもらえるというところですが、シークレットカードも、これまあシルエット見る限り某 D ロンパさんのシークレットカードもあるというところで、こちらぜひ当ててみたいところです。そしてスキヤの次回から使える30円引きクーポン券の QR コードもついているというところで、 FC 東京を応援しながらぜひスキヤでどんどんモリモリ食べましょう。さあ続いてダブルチャンス、対象店舗発行の税込み500円以上レシートで総計30名様に選手サイン入りグッズが当たる。素晴らしい。これもぜひですねページ見ていただければと思うんですけれども、どれも FC 東京ファンにとってはこのたまらない試合球、プレシャスキャップなどなどのダブルチャンスカードを手に入れて、この応援グッズを手に入れて、 FC 東京これからも応援していきましょう。応募方法はこのレシートをですね、いろいろこう情報を詳しくカチ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 打ち込んできて応募すると30名様に当たるということです。さあもちろん FC 東京を愛するコハロンもスキヤの方にご夜ご飯の方を買いに行きたいと思います。それでは行ってくるなー、どーんということで、3500円分買い物してきました。果たして見た目によらず意外に小食のコハロン、この3500円完食できるのか。コハロン、ポンコツプロデューサー意外に大食いです。そういう企画じゃないんで、早速皆さんお待ちかね、 FC 東京選手カードの開封をしていきたいと思います。テンツテンツテンツ、もう開けちゃっていいですね。テンテンツテンツ、いや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 、ちょっとちょっと来ました。1枚目、丸山雄一。丸山雄一、 FC 東京のセンターバックをさせる丸山雄一のカードが出てきました。これちょっと開け方気をつけて、ちょっとカードが損傷する恐れがありますね。これちょっとどうやって、上から丁寧に開けます。テンツテンツ、ミッドフィルダー中島翔也、オーレイ。さあ続いて3枚目、じゃんじゃん行ってみましょう。果たしてシークレットカードの登場はあるのか。手先が不器用で開けるのに苦労するコールにもご注目ください。テンツテンツ、そしてミッドフィルダー背番号39、翔也中島、オーレイ。さあテンツテンツって、なぜこんなに手が不器用なのか。さあサポーターもイライラしております。早く開けてくれ、いつになったら開くんだと RG 状態です。早く開けたい、もういっそのこと早く開けてみたい。あー痛い痛い、早く開けたい。なぜ開かないのか、手先がなぜこう。そしてミッドフィルダー背番号39、中島翔也、揃いました。中島翔也のゾロ目です。え、3枚翔也です。翔也東京、いや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 、さすがにまずいんでちょっと。そして4枚目、背番号39、ミッドウィルダー翔也中島、オレ。いやいや、これおかしいでしょ、さすがに。順番的にどういうことですか、この中島に偏ってるの。さすがに絶対これ好きやでしょ、これバラケデンツデンツデンツ。そしてミッドウィルダー背番号39、中島翔也。いやいや、おかしい。いやいや、ほんとこれ、いやおかしいでしょさすがに。お前以上や、おかしいって。さすがに、いやいや、ジュミナエルフみたいになっちゃってるね、本当に。 V ジャンプ限定みたいな、全部同じカードみたいになっちゃってるんで、本当絶対防御勝負やめてください。おかしいでしょ、そんなことある。さすがにこれは違う選手でしょう。期待して待ちましょう。さあラスト7枚目発表します。選手の登場です。テンツテンツテンツ、7枚目のカード、テンツテンツテンツ、きたー、ドロンパシークレットカード登場。7枚目に引き当てる、この顔の強さ、顔の長さ、そして顔の長さ、顎の長さ、これは素晴らしい。そしてこの開ける順番も完璧。見てください、丸山雄一来て、この中島翔也5枚連続、5連続と来た後のドロンパ、これはもう神が仕組んだのか、神が仕組んだいたずらとしか思えない、それともコハロンがすごいだけなのか、
最後にシークレット7番目のラッキーセブンのシークレットドロンボイキャドルコハロン東京、これは来シーズンも活躍間違いない、チャンピオンシップ出場も間違いない、コハロン東京のこれからにご注目ください。さあこのドロンパと5人の中島翔太と丸山の151のフォーメーションで次回リーグ戦戦ってみたいと思います。さあ素晴らしい中島翔太パスパスパス、そして中盤以降も丸山が守るこのドロンパを囲むぐらいのこういった形でこういったフォーメーションいきましょう。さあ皆さんもぜひスキヤで FC 東京応援キャンペーンをお楽しみに、ダブルチャンスも応募してみるろ。バイロン。チャンネル登録ダン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 、他の動画ダン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 、コハロンナンバーワンダ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 ン。